熱海市伊豆山地区の土石流災害は発生から3週間です。今日の捜索活動では新たに1人の死亡が確認されました。強い日差しが照りつけ、今日も厳しい暑さとなっています。現場では民間の重機の活用も本格化し、瓦礫や土砂の撤去作業が進められています。今回の災害ではこれまでに19人が死亡、8人の行方が分かっていません。そして今日の捜索活動で新たに1人が見つかり、死亡が確認されました。今日は民間の重機21両も活動に当たりました。伊豆山の復興が早くできますように祈願したいと思います。伊豆山地区の集会所では地域の守り神、藍染地蔵の法要が営まれました。法要は毎月24日に行われ、100年以上前から続いているといいます。無口だったってことが不思議で、今までね、伝統的に絶やさないでやってきてよかったなと思ってます。お堂は土石流の被害を受けましたが、中にあった地蔵は無事で3日前に集会所に運び込まれました。